で、最後にこの FFT を用いた一変数多項式の乗算アルゴリズムを説明しておきます。で、今回の話はですね、これまでのその FFT の流れから来ていますので、いきなりアルゴリズムから入りますけれども、FFT マルチプライというアルゴリズムにしておきまして、で、入力は AX と BX という2つの多項式にします。で、入力 E なんですけれども、この E は、この AX と BX の次数のを表すこの2の E 乗っていう、この E のべきですね。こういう形で表しまして、で、AX とそれ BX はそれぞれ N-1 次以下の多項式ということにします。で、それに対して CX として、2N-1 次以下の多項式を計算するというのがこのアルゴリズムです。で、そのアルゴリズムの中身なんですが、次のステップで計算を行います。とまず最初のステップでは、この AX に対して、この、オメガ 2N 字ですから、その 2N 字の1の原子 2N 乗根ですね、これを使って、2N 個の点でですね、評価を行います。で、2番目のステップでは、この BX についてですね、BX に対して、このやはり1の原子 2N 乗根を使って、2N 個の点でこう評価を行います。で、これそれぞれの計算を、FFT を使って行います。で、次に3番目のステップで、この1番目と2番目で得られたですね、この XI、YI のこれそれぞれの積をこうバーッと計算して、畳み込み積を計算するわけですね。で、それが終わったら4番目のステップでは、ここの3番目のステップで得られた Z0 から 2N-1 というこの 2N 個の値に対して、その1の原子 2N 乗根の逆数を使った逆 DFT をですね、FFT を使って行うということで、最後はこの CX の係数を復元するという計算になります。で、一応このアルゴリズムの計算量を見ていきますと、最初の1番目のステップ、2番目のステップはそれぞれ、これ FFT の計算を行っておりますので、それぞれのステップがオーダーの N ログ N の計算量になります。で、3番目のステップでは、この1番目と2番目で得られた、その、関数値ですね、関数値同士の積を取ることで、これはオーダー N の計算量になります。で、4番目のステップで、その逆 DFT の計算を FFT で行うことで、その、CX の係数を得るんですが、ここも、N ログ N のオーダーで行われるということで、最終的に合計としては、多項式の、乗算が、オーダー N ログ N の計算量で行われるということになります。ここまでいいでしょうか。ということで、今回はその高速乗算法の中でも高速フーリエ変換を使った方法について紹介しました。で、今日は最初に離散フーリエ変換を紹介して、その離散フーリエ変換を効率的に行うための高速フーリエ変換 FFT を説明しまして、で、最後に FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法の紹介を行いました。ということで、この講義ではですね、ちょっと最後の2回はちょっと性質が異なりますけれども、主にその、ユークリッドの誤助法、もしくは拡張ユークリッドの誤助法を用いたアルゴリズムを紹介してきまして、で、その中で、その、で、コンピューターのアルゴリズムの中でも、特にその数学の、厳密な計算を伴うその数学ですね、数ですとか、それから多項式に対する計算のアルゴリズムや計算量の評価というのを中心に紹介してきました。で、一応いろいろな計算がですね、世の中で行われていますけれども、その中ではこうやってそのアルゴリズムを
考えて、それから計算量を評価するっていうのが、まあ、あの正確な計算、もしくは効率的なあの計算を行う上では、まあ、基本的な知識となっております。で、まあ、皆さんの中には、これから、教員になって、中学生、高校生に教える立場、数学を教える立場の人も出てくるかと思いますけれども、まあ、ご存知のように、今、プログラミング教育もこれから義務化されるということになりますと、教員の方にもこういうですね、構成的なアルゴリズム、もしくはその計算量に関する知識が求められてくるものと思います。で、まあ、今回の授業で紹介した内容は、そのほんの入り口に過ぎないということを強調しておきたいと思いますので、やっぱり必要な人は必要に応じて、もっと先のことを勉強する必要も出てくると思いますし、またそのように必要なことを自分で身につけられるこう力をですね、これから各自で養ってもらいたいと思いますけれども、まあ、この授業がその皆さんがこれから先に自分で必要なところにたどり着くため の一つのきっかけになればというふうに思います。なおこの秋学期にはですね、計算基数学2という授業がありますけれども、そちらでは春学期とはかなり思考を変えまして、今度は数値計算の話題を中心に扱います。で、数値計算の世界はですね、まあ、不動小数演算を基盤にしておりまして、で、まあ、この春学期で述べた授業よりはかなりその実社会で用いられている計算が多いかと思いますけれども、まあ、この春学期のより理論的な部分とですね、それから秋学期のより実践的な部分というのを、まあ、興味ある人はセットで勉強しておくと、まあ、数学科で学ぶ数学科としてこう計算機に対するこういろいろな知識や姿勢を養うという上では、まあ、メリットになることを願っておりますので、また秋学期の方もですね、興味のある人はぜひ取りに来てもらえればというふうに思います。一応時間と場所は春学期と同じくこの月曜の3限ですので、よければお越しください。ということでこの講義をこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。